皆さんこんにちは。あの人気車種に待望のハイブリッド登場です。この度新型エクストレイルハイブリッドが発表となりました。エクストレイルは初代から一貫してタフギアをキーワードに、アウトドアスポーツを楽しむアクティブなユーザーの使い勝手とオンロード・オフロードの走行性能を追求した本格 SUV です。3代目となる今回のモデルには、環境だけでなく高い走行性能と快適性を備えた日産独自のハイブリッドシステムが追加されました。そのユニークな仕組みと特徴について、開発を担当したチーフビークルエンジニアに話を聞きました。今回ですね、エクストレイルハイブリッドに搭載したシステムは、インテリジェントデュアルクラッチハイブリッドシステムということで、一つのモーターの両サイドにクラッチを掴んでエンジンと車両側をつなぐという非常にシンプルな構造でできております。そのシンプルさゆえに、これを使ってですね、燃費がいい滑らかな走りということを実現しています。それに加えて、もともとエクストレイルというのは、走行性走破性に優れた車ですので、そこを引き継いで、これを損なわないように、実現できた車だと考えています。今話をしたインテリジェントデュアルクラッチシステムですけども、これの滑らかさおよびその静けさというのは、ぜひ乗っていただければよくわかると思います。その EV 領域の広さゆえに、この燃費の良さ、静かさというのが強調されているのが、分かりますので、ぜひお客様も販売店の方に出かけて、自分の目で見て乗って体感していただければと思います。いかがでしたか。エクストレイルの DNA であるタフギアはそのままに、さらに走行性能を向上させたエクストレイルハイブリッド、発売は5月13日からですので、皆さんもぜひ日産のお店で試乗してみてください。それではまた次回お会いしましょう。